しみにしています。トンネルズの石橋です。野球もいいけどやっぱり J リーグもいいですよね。来年の春、日本初のプロサッカー J リーグが誕生します。あー盛り上がってきた。まだまだ早く始まれ J リーグ。トンネルズと水野が応援します。水野
ブルース、シュビドゥシュビドゥだ。とっても悲しいのに、シュビドゥシュビドゥだ。憂鬱なコスミックブルース、シュビドゥシュビドゥだ。本当に悲しいのに、シュビドゥシュビドゥだ。憂鬱なコスミックブルース、シュビドゥシュビドゥだ。とっても悲しいのに、シュビドゥシュビドゥだ。Cosmic blues, shoo-bee-doo, shoo-bee-doo da. 本当に悲しいのに shoo-bee-doo, shoo-bee-doo da. 憂鬱な cosmic blues, shoo-bee-doo, shoo-bee-doo da. とっても悲しいのに shoo-bee-doo, shoo-bee-doo da. 憂鬱な cosmic blues, shoo-bee-doo, shoo-bee-doo da.こんばんは、久保田春夫です、ガールガールガールを聞きの皆さんに、今日は、ちょっと一風変わった素敵なゲストが、おいでになってます。広谷純子さんということで、あんまし、あ、広谷さんどうもこんばんは。久保田いきなりそういうことなんだ。なんだか分かってない人が突然こういうことになって、ちょっとおなじみでないかと思うんですけれどもですね、この方はどう、あの、広谷さんのお仕事って、例えばお父さんお母さんに説明するとき、なんて説明するんですか？なんて説明するんだろうか。あんまり説明はしてないけど、うん、スタジオで、うん、あのレコーディングのバックコーラスやったり、うん、仮歌って言って、そうです、ね、アイドルものの、そうですね、広谷さんといえば仮歌で有名ですよね、大体。僕仮歌っていうのの代名詞で広谷って書いてあったら見たことありますよ。一体we'll be right back.
それで、実はですねこれも、今日聴いていただいた曲もなんと、押村くんは仮歌なんですけれども、仮歌がこんなに上手で本ちゃんになって一体どうなるんだってどうもならん場合もよくあるんですけど、ね、これは、これの本ちゃんも、多分この番組でお届けできると思うんですけれども、うん、ちょっとあっと驚く人なんですけどもね。足引きの山沿いの雨しぐれ雨、平日ゴルフを誰か妬むらん。これありますよ、人が働いてる時にゴルフをする時のちょっとした後ろめたさ、にじみ出てます。シュートです。人はそれぞれ、ゴルフは水野。水野バンカーの目玉の中の玉見れば、キャディーは水や、もし手で投げたら。そう、バンカー大嫌いですよね。もし手で投げられたらどんなに楽だろう。あ、でも行きたいなという葛藤ですね。もう本当にこう目の前現れるみたいですね、これ。人はそれぞれ、ゴルフは水野。水野
大事なお知らせがあります。今日は8月の9日日曜日、あと10日するとジャングルハウス3ガスの発売日だ。わーよーときた問題聞こえてんのか
林家三平特集も、とうとう第3回を迎えてしまいましたが、またやってまいりました。この若ゾホ、どうぞ自己紹介。こんにちは、海老名佳代子です。バカ野郎、バカ野郎。Hold up.
の夢の落とし。ただ春の夜の夢の落とし。今の夢かい？というわけで今日はスタジオにトンネルズのお二人をお呼びしています。木梨です。石橋だ。あ、どうも。さて今日はですね、お二方に木梨です。早く始まれ J リーグ。そうですね、木梨さんは大のサッカーファンで来年の春の J リーグ楽しみですね。石橋さんはサッカーじゃなくって野球を。石橋だ。早く始まれ J リーグ。あ、石橋さんもサッカーが好きなんだ。そういえば今かかってるのはトンネルズが歌う J リーグ参加です。これは水野の CM で歌ってるんですよね。早く始まれ J リーグ。早く始まれ J リーグ。ところで木梨です。石橋だ。さっきからそればっかりじゃないですか。何か他のことも言ってくださいよ。早く始まれ J リーグ。トンネルズと水野が応援します。ね、やればできるじゃないですか。水野スイ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 泳ぐの心は気持ちいいの心。スイスイ嫌なことを忘れてくつろぐの心。スイスイ泳ぐの心は和むの心。スイスイ溜まった疲れが取れるの心。スイスイ水と気持ちよく戯れるスイムウェアスピード。今年のテーマはエスパーニャ。元気なデザインで泳ぐの心。水野頭に来るよなってなことがあった時は泳ぐよ泳ぐよ何もかも忘れて泳ぐよ泳ぐ OL が泳ぐおばさんも泳ぐおじさんも泳ぐひたすら泳ぐ。水ってやつはどんな男よりも優しいのである。気持ちよく水と戯れるスイムウェアスピード。水野
ールガールガール。お届けした曲は次の通りです。1曲目ピチカート5の新曲コズミックブルース、2曲目作詞斉木健三、作曲久保田春夫、歌広谷純子で抱きしめてバルーン、3曲目久保田春夫と広谷純子でツーノートラプソディ、4曲目ピチカート5の新曲ショックね、5、6曲目桜井哲太郎作曲林家三平ではいよー夢のマイガール、そして今聴いているピチカート5の新曲ファンキーラブチャイルド、続いてあと1曲6月11日の久保田春夫と山根舞のライブから宇宙のファンタジー。Thank you.
スーパースターエクササイズスーツ1992のテーマはウィニングエクササイズ、勝つことに 100% 集中する。勝つことは快感だ。何者にも代えがたい陶酔だ。負けたけどいい内容だったとか、力を出し尽くしたから悔いはないとか、そんな言葉で自分を慰めてる場合ではない。勝ちのエクスタシーを味わうために、もっと貪欲に自分を作り上げよう。勝ちに行くアスリートへ、勝ちを呼ぶウェア。スーパースターエクササイズスーツのニューモデル BE1 新登場。水野、いかがでしたか今夜の水野ガールガールガール。海に山に、皆さんきっと楽しい思いをしてらっしゃることでしょうね。ちちち、私ら仕事よ仕事休みをくれ。こんなクーラー病3人組にお便りをくださいませ。郵便番号231横浜市中区山下町に FM 横浜、水野ガールガールガールの係まで。水野ガールガールガール、お相手は私小西康晴、久保田春夫、桜井哲太郎でした。それでは皆様、また来週。Mizuno Girl Girl Girl. This program has been brought to you by Mizuno.